こんにちは、ゆうです。バズダのおさんです。はい、今日お楽しみの方、おめでとうございます。無課金サバカ。今日はね、無課金サバカ、無課金サブサバカ長老、どちらも登場します。はい、それもそのはず。はい、今日なんて言ったってね。魔法石10個、流刑士、流学監視フェス前半、ちょっと漢字多くて、ちょっと僕難しいよ。ちょっと、漢字苦手なんよね。はい、多分、関係受けたら多分、何級も取れないかな、僕。はい。それが苦手なんですけど、はい。まあ、衣装ね、ご覧の通り4個しかないので、この芝居丸はね、ちょっと無料だけしかね、ちょっとたしなめないんですが、はい、無料の2回を全力でね、楽しんでいきたいと思います。あ、その前に昨日、これ慣れへんのよね、この Bluetooth のイヤホン。ちょっともうほんまにね、早く有線のイヤホン買いに行かんとね。はい。生放送、土曜日急遽ね、生放送したんですが、はい、これじゃないわ。はい、こちら、シルビア・シャウトさん。皆さんのおかげでね、その日クリアしない3割のダンジョンを手伝ってくださいっていう生放送をしたんですけど、皆さんお付き合いいただいてくださったおかげで、生放送中に、シルビア・シャウトさん、スパイファミリーのコラボガチャのランク上げ、今後、ちょっとこれはもう来るであろうという、ね、キャラを引くことができました。もうありがとうございます。本当にありがとうございます。もうね、もうこっそり、まあ、いや、ちょっと、こっそりね、もう課金したろうかなと思ったんですけど、はい、ありがとうございます。それでは、芝居のある、流刑士、流刑士ガチャ、PS、引いていきます。もう早速ね、無料なんで、もう意思はお見せすることなく引いていきたいと思います。それでは、メインでもね、結構ね、いい引きできてね、僕。これ何あー、そうなんや、そうなんや。極性のやつでも割れるんやね。へー、でも、フェス円だけでもね、もう大儲けよ。はい。しかも、立ち去りなさい。消えた方がいい。そう。しかも、ソニアの武器強いんですね。あ、星6フェス限のゲイラ、時間と回ろう。よし、じゃあ、芝居丸は、ラストとします、これで。もう意思がないんでね、はい。ちょっと無料だけでも、でも、ね、動画にね、せっかくなら残したいなと思って。はい、ちょっとこそ引きはね、あんましたくない。これはアグリゲートとか来ちゃう？マジで？いいの？これしかも。無料からイデアルさま来ました。楽しく行きましょう。楽しいっす。楽しい。それだと、結果をお見せするわけでもないですけど、ちょっと見せましょうか。はい。いや、やっぱこれ、ちょっと待って。なんか酸欠になってしまった。やっぱこれ、このまま使った方がいいんかな？どうしよう。いやー、ちょっと交換図だけ見ましょうか。一旦芝居丸の。はい。イデアルね、交換は、できないか。これは、これの弾じゃできないか。できなかったんですけど、いや、ちょっと待って。バレリアさんも無理やな、ちょっと。いや、これは、無料からイデアルは、ちょっとマジで、ありがとう。としか言いようがないですね。はい。それだね、次は無課金サブサーバーか闇属性芝居の長老にバトンタッチします。はい、無課金サブアカサブってごめんなさい、無課金サブサーバーか闇属性芝居の長老です。夜さんは非属性なんですけど、変身後は闇属性になるんで OK ということになってます。はい、ガバガバです、これ。はいはいはい、こちらもね、引いていきたいんですけど、まずはね、無料からちょっとさっき確率見ていこうか。イデアルさんは何パーだった？2%。僕もね、メインアカウントね、実はね、こんな感じだったんですよ。はい。そんで、じゃなくて、魔法石10個、流刑士留学士。ちょっと読めへん。感じはすぎ。それでは、回していきましょう。これのアカウントはね、ちょっとね、もう、石使って一回ね、ちょっと引き込もうかなと思ってるんで。なんかもう、やばない、今回の。皆さんのね、ツイッター見ててもね、やばいんですよ、その結果がね。これ、編集とかじゃないんで、はい。リアルでお届けしてるんで、はい。ちょっと、リアクションしづらいな、ちょっと。
はい。まあまあ、ちょ待って、ちょ待って、ほんま、ソニアの確率何パーや ?2 端末で2パー同じとこ引く確率って何パーなんですかね。ちょ計算しようかな。はい。あ、ちょっと待って、まずは無料から。はい。クリア報酬。じゃあ、これもね、ちょっと、カシャンと言おうと。聞かせてよ。聞かせてよ。せめて、カシャンと音を聞かせて。いや。あれ、なんかさ、最近僕なんか、ガネーシャずっと出てません。何かしらの携帯のガネーシャ。ほんまに。何かしらの携帯のガネーシャ、ちょっと。カシャンと音は聞いたけどね、ちょっとね、きついわ。で、その他、ユーザー情報ね。購入歴をお見せしましょう。購入歴。無料配布分16個。もうなんか、購入分16個と出たらどうしようか思った。はい。それだね。はい。あー、もう、ちょっと、整理していきます。はい。それでは、お見せしましたね。はい。整理してきたんで、石引いてじゃなくて、石使って、ガチダさん回そうか。ガチダさん引こうか。ガチダさん。よっしゃ、来た!はい。はい。ガチドラ。はい。はい。ガチドラ。いや、まじで、どうしよう。いやー。どうしよう。え?やばいんやけど、今日。なんか、やばない?マジで?ああ。マジか。いや、この、やばいね、もう、長老の、まくり方えぐいよ。まくり方えぐい。いやー、まあ、それじゃあ、ちょっと結果お見せしますね。はい。上3つですね。はい。ソニア、ガネーシャ。ガネーシャのね、ちょっと、ポンってちょっと多分ガチャでドカーンと来たね。はい。もう、やばいわ、これ。やっべー。いやー、ちょっと交換情報も見てみましょうか。はい。このアカウントでもね、ちょっとイデアルをね、ちょっとどうしようかね、ちょっと悩んでたんですよね、イデアルさん。もう、対象殲滅してもらおうかなと思ったんですけど、はい。あとね、ラジオだとか。もう全部なんか闇属性になるやん、今回。どうしたちょっと闇属性の不遇具合を、やっと伝わったかっていう感じの、皆さん闇属性に、まあ闇落ちしてはるんで、はいはいはい。ぜひね、闇属性の、このキャラは闇属性交換しといた方がいいよっていうね、アドバイス等々ございましたら、おそらくね、多分1体ぐらいしか交換できないんですよ。はい。で、ちょっとよろしければね、ちょっとアドバイスもいただけると嬉しいです。はい、それではこの画面でお別れしましょうか。はい、本日はこの辺でお開きにしたいと思います。なんかね、すごく心がポカポカですね。はい、ポカポカですね。はい。岩井さんも出てありますしね。はい。ごめんなさい。はい。それでは、はい。この動画が良かったよっていう方いらっしゃいましたら、はい。チャンネル登録と動画の評価もよろしくお願いします。あとね、概要欄に Twitter とか、いろんなものものリンク貼ってありますんで、そちらもぜひぜひチェックして、フォローしていただけると嬉しいです。何か言おうと思ったんやけどな。まあいや、はい。あと皆さんのガチャ結果も教えてくださると嬉しいです。はい。こんな髪消したよとか、もう全然あかんかったよとかも全然くださると嬉しいです。何こんな家引きしてるのや。でもよろしいです。それでは、お相手は私、ゆうでございました。バイバイ。